どうも、大将です。今日は、NISA っていう少額投資非課税制度の中の、うちはね、ちょっと子供小さいんで、ちょっとジュニア NISA をね、今いろいろ調べてて、まあね、結構お得なんでね、やった方がいいかなと思って、ちょっとその話をしようと思います。まず NISA っていう少額投資非課税制度っていう、まあ、投資なんですけどね、国が決めた値段の、まあ、120万とか、積立 NISA だと40万とか、このジュニア NISA っていうのは80万円なんですけど、まあ、その分で利益出ても、ね、非課税ですよっていう、まあ、ものによって年数が違うんですけど、で、まあ、この、ジュニア NISA っていうのはどっちかというと子供向けに、子供の教育費向けだったりとか、まあまあ人によってはね、生前贈与みたいな感じで使ったりするんだと思うんですけど、まあそれがね、まあ2023年終了して年80万なんですけど、まあまあ調べてるとね、結構いいんでね、まあおすすめというか、まあ僕はねちょっとやろうかなと思って今ちょっと調べてます。具体的にはこれ自体がね、もう2023年で終わるんで、2020年からやってたんかな。で、もう人気なさすぎて、あんまりやる人がいなかったんで、終了しますっていうので。で、なんか終了することによって、なんかちょっとね、いい感じになってきたんで、使いやすくなったみたいなんで、うん、まあ、ちょっと人気が出てるよみたいな話なんですけど、0歳から18歳まで利益が非課税っていう、まあジュニアっていうの子供向けなんで、まあ、18歳まで、まあ、今どうなってるのかちょっと忘れましたけど、18歳までで、18歳から口座が作れるのか、まあ、ここまで行くとね、多分自分の、投資用の証券口座とかに、ジュニア NISA っていうのはね、親の、口座の中に作るような、そういう形の仕組みになってるんですけど、まあ、18歳になったらまあ動かして自分の口座に行くみたいな、そんな感じになってるんだと思いますけどね。で、なんでこれが2023年終了するかっていうとね、なんか使い勝手が悪すぎて誰もやらなかったっていう前はね、18歳未満に、ね、引き出すとこの非課税っていうのがもう結局全くなくて課税されて終わるっていう謎のシステムになってたんですけど、なのでね、まあ公立のね、学校行こうとして、高校とかですね、まあ、大学の時に使おうと思ってた、運用してたけど、まあ、結局高校受験で公立行けずに私立に行くことになって、やっぱりちょっとお金いるわみたいな感じになった時に引き出したら普通に課税されてたっていうね、最初からこのシステムは何やったんやみたいな、そんな状態になってたんで、もうやる人がいなさすぎてね、終了するっていうのでなってたんですけど、まあね、2023年で終了するんで、もうじゃあもう政府もなんていうんですかね、逆に運用されててもちょっとめんどくさいというか、めんどくさい、うん、なんかこうずっと残されとってもめんどくさいんで、できれば出してくれみたいな感じなんかもしれないんですけど、2024年からまあ運用してた分はね、普通に非課税で18歳未満で出しても、ね、出せるようになりましたっていうので、まあちょっとこれがいいよっていう、まあ話もあったりとか、もうちょっと YouTube とかでね調べたりしてたら、ね、まあ、良さそうだなって、子供のために財産残せるなと思ってっていうのでね、まあ僕はちょっとやってみようかなと思って、今思ってるんですけど、2023年まで、まああと3年分はまあこのNISAジュニアNISAっていうのは入れれるんですけど、80万円 ×3 で240万円は入れれるんですけどね。で、まあ18歳まではね完全に非課税なんですよ。まあそっからね、18歳以上になるとね、利益に課税されるような形になっていくんですけど、僕はねどっちかというとね、これはなんか大学とか学費に使うとかっていうんじゃなくて、うん、もう子供の時代ってね、もう
58年後とかの、そんな時代なんで年金とかあるんかなとか、まあ、当然医療費もねやっぱり4割負担5割負担とかなってると思うんで、結構ね生活がね大変になるんじゃないかなと思って、どっちかというとこの、240万円18歳まで非課税で、そこから先もねやっぱり60歳ぐらいまで子供が60まで、運用してほしいなっていう気持ちでね、ちょっとこの240万を入れようと思って今考えてるんですけど、なのでね240万入れて、まあ、子供があと2年半ぐらいで、まあ、4歳になって、まあ、240万フルから56年運用っていう、まあ、実質ねやね、もう80万ずつ入ってるんでちょっと計算変わるんですけどもうやっぱね50年以上とかやったらむちゃくちゃもう複利がねすごいんで、まあちょっとねお金に余裕があるんならね、これやっぱり子供のためにね残しといてあげた方がいいよねって思って、まずねもう 3% でこの240万が56年運用したら約ね1250万円ぐらいまで なります。で 5% が3690万円、もうすごいですよね、もう15倍ぐらいになってるのかな、うん、うん、7% でも1億600万ですよ元金240万ですよたったの。まあでこの56年が平均で 7% っていうとね、まあまあ、うん、まあまあありえなくもないぐらいの感じなんですけど、でこれもすごいの、もう 10% 10% 56年間で4億9900万円240万円がもう5億になるっていう、そんぐらいね、やっぱり福利ってこう利益がついたのに対してさらにそこに利息がついていくんで、まあ誰だったかな、なんかアインシュタインだったかな、福利はなんか人類が発明したものの中でも一番すごい発見だったみたいな、そんなん言ってたぐらいなんで、まあもうこんな元金も飛び越えてこんぐらいになるよっていう、 3% でもね全然何倍6倍ぐらいになってるんで、まあまあおすすめですよねっていう、まあなのでね、まあ 7%10% っていうのはね結構ね非現実的かなと思って、今はねやっぱり 7% ぐらいはね伸びてるんですよね、やっぱり世界は。でもなんでかっていうと人口が増えてるんで GDP が上がってるっていうだけなんですけど、一応ねなんか2080年から2100年ぐらいにもう人口、地球の人口増加が止まるっていうって言われてるんで、2100年頃にはもうこれ以上人口増えないでしょうみたいな、早ければ2080年、っていうことはね、うちの子供が2019年生まれかな、なのでねもうほんと60歳とかになると2080年ぐらいなんで、まあねじわじわ経済の伸びは止まってくると思うんで、 5% ぐらいじゃないかなと僕は思ってますけどね、伸びはね7とかいったらすごいですけどね、まあ、なのでね 5% ぐらいで僕は想定してるんで、まあ退職金ぐらいにはなりますよね、3690万、うん、まあ、これがね、まあ、実際ね税金はね 20% ぐらい取られるんですけど、ただ1年に引き出すのがね199万以下だと確か 5% ぐらいになるんで、かなり減りますよね、 ガバッと一気にこれ変えちゃうともう 20% ぐらい普通に取られるんで、これ5億円あったら1億円ぐらいなくなるんですか、まあ長生きできそうだったら200万ずつから引き出していくっていう、そういうのもできるんですけど、うん、まあなんかね、まあやっぱり子供の時代とかね、もう税金も高いだろうし保険料も高いし年金もあるかどうか分かんないようなそんな時代だし、日本の人口もねかなり減ってると思うんで、まあ 5% ぐらいね僕は行くと思うんですけど、
これぐらいのお金残してあげたらね、やっぱり生活が楽になりますよね。60歳まで稼いだお金はもう全部使ってしまっても退職金というか、ね、親が残してくれたお金がこんだけあるよっていう。で親の側からしても、あ、老後子供のやっぱり時代って苦しいかなと思って、じゃあこう3700万円ぐらい子供に残しましょうって言うとね、親もね、僕らもね、やっぱり結構節約して生きなきゃいけないんで、でももう僕たちもいつまで生きるかわからないですか。もう寿命がねどんどん伸びるんで、実際ね残せるかどうかわからないっていうのが、何があるかわからないですかね。やっぱり事故とかもあるかもしれないし、病気もあるんでこっちも、うん、なのでね、やっぱ子供に大きいお金残すっていうのはね、親の側も今寿命が長すぎてもう現実味がない世界になってきてるんで、まあこういうジュニアニーサ、ジュニアニーサじゃなくてもね、やっぱり普通の投資で運用しとってあげれば200万円ぐらい置いとけば、まあまあこれぐらいになっていきますよっていうのがあるんで、まあちょっとね興味ある人とかね、うん、子供の時代が心配だとかね、僕はもうかなり心配性なんで、娘一人なんでね、まあなるべくね裕福に過ごしてほしいなと思っていろいろ勉強して、まあ、とりあえずこれは買ってあげましょうと。あとはね、僕の自分のお金がどれぐらい残るかわからないですけど、まあ娘の時代もっと寿命長いかもしれないんで、老後困らないように、できるだけお金を残してあげようと思って、まあこんなのちょっと今調べて、まあ、結構良かったんでね、見てる人も、子供おられる人は、まあ、こういうのを検討して60歳ぐらいまで運用するっていうね、長い目で考えて見てやったらどうかなと思ってちょっと作りました。ね、まあなのでね、ちょっと僕みたいに子供の時代にめちゃくちゃ不安だっていう、子供が好きすぎてねもうちょっと不安なんで楽しく生きてほしいんで、いろいろこんなんも調べてるんで、また、チャンネル登録グッドボタンお願いします。またね、このちょっと子供向けにちょっと投資をめちゃくちゃ今調べてるんで、またよかったら見てください。じゃあまた次回、バイバイ。